シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は秋冬野菜の害虫対策に効果的な自然農薬の作り方について紹介します。秋冬野菜の害虫には次のような害虫が発生します。1点目はヨトウムシです。2点目がアオムシです。3点目がシンクイムシです。4点目がアブラムシです。5点目がネキリムシです。この5点が主に繁殖しますので、5点の虫に効果的な自然農薬の作り方について紹介したいと思います。今日作ります自然農薬は2種類あります。1つは油石鹸水、もう1つは唐辛子焼酎。この2点を今日作り方を紹介します。油石鹸水の効果は油虫を寄せ付けない効果と窒息させるための効果の2つがあります。唐辛子焼酎液は特に青虫、これに効果があります。例えば葉っぱ等に蝶々が止まるんですけども、唐辛子焼酎を予防的にかけることによって蝶々が毛嫌いして逃げていくという予防の効果もあります。それと青虫の死滅も多少効果があります。自然農薬は特に予防のための対策でありまして、あまりかけすぎますと野菜の葉っぱ等に害が出ます。例えば葉っぱ等にジャブジャブとかけますと葉っぱが焼けたような色をして変色して生育に影響を及ぼしますので、1吹き2吹きで結構ですので、あまりジャブジャブかけないように心がけていただきたいと思います。有機栽培の場合は補殺が一番効果的でありますので、補殺をしながら自然農薬を使ってみてください。秋冬野菜に自然農薬が効果があるのか、害虫を例に紹介します。一つ目はヨトウムシです。ヨトウムシを自然農薬で死滅させるというのはなかなか難しいんですけども、今までの経験上予防として例えば白菜等に事前にかけておきますとヨトウムシが寄りつかないということは確認されておりますけども、死滅までは難しい自然農薬だと思います。ヨトウムシの被害は特に白菜等の芯の柔らかいところを食害して成長不良にさせます。壊滅的な被害を受けることもありますので、ヨトウムシはしっかりと自然農薬もしくは補殺で対処してみてください。2点目はアオムシです。アオムシに効果的な自然農薬は同じく唐辛子焼酎です。今までアオムシに自然農薬として唐辛子焼酎を振りかけましたところ、かなりの効果があります。死滅する虫もいますけども、振ることによってアオムシの成虫である蝶々が焼酎の匂い等によって寄りつかないという予防の観点からも非常に効果がありますので、唐辛子焼酎をアオムシに予防として使ってみてください。3点目がアブラムシです。白菜等にはかなりの数のアブラムシが繁殖しますけども、私たちシェア畑ではこの油石鹸水で対応してます。大量に発生しますとなかなか死滅するまでには至らないんですけども、発生直後に早めに油石鹸水を使いますと結構効果があります。だいたい1回では死滅しませんけども、2ないし3回定期的に振ることによってアブラムシがいなくなるという現象が起きておりますので、かなり効果があると思います。それではこの2点について作り方を今から紹介したいと思います。それでは材料から紹介します。唐辛子焼酎液です。まず焼酎の 1.8 リットルのホワイトリカーです。これは度数が35度以上でないと効き目がありませんので、25度等の焼酎ではダメですので、また40度とかそれ以上になっちゃいますと野菜の葉に障害が出ますので、35度に作ってみてください。次は唐辛子です。
このような唐辛子です。この唐辛子は私が今年の春に栽培してできたものを乾燥させたものです。この唐辛子を焼酎と一緒に漬け込むわけなんですが、その前に唐辛子を小さく切り分けます。このようにだいたい1センチぐらいの長さに切ってください。一本そのまま焼酎の中に漬け込むよりもこのように刻んでから焼酎に入れた方が早く焼酎液が使えますので、このように切ってから使ってみてください。この唐辛子の中に乾燥した種が入ってますが、これがまたこの焼酎液の効果が出る要素になっておりますので、この種も一緒に漬け込んでください。だいたい 1.8 リットルのペットボトルにこのぐらいの唐辛子を入れてみてください。実際に唐辛子と焼酎を入れてみます。上顎の口が非常に小さいので刻んだ唐辛子が入っていきませんので、ちょっと時間はかかりますけども手で入れてみます。唐辛子を刻んだりこうやって入れる関係上、舐めたり目をこすったりしないように注意してください。唐辛子を入れました。およそ2リットルのペットボトルに下から4センチぐらいですかね、4センチぐらい唐辛子を入れました。ここに35度のホワイトリカ焼酎を注いでいきます。焼酎を入れました。若干量が少し足りませんけども、おおよそこのくらいの分量で焼酎を入れて、唐辛子をだいたい先ほどの量で入れて、この状態で1ヶ月ぐらい木陰に保管しておいていただければ、ちょうど唐辛子のエキスが焼酎と混ざり合って自然農薬ができると思います。そして約1ヶ月間寝かしておくんですけども、1ヶ月後に使う場合はガーゼ等を何かの容器にあてがってエキスを取り出してみて、そのエキスをですねだいたい5倍に水で薄めて実際害虫予防に使うわけです。続いて油石鹸水の作り方を紹介します。材料ですけども、市販で売られているヤシの実洗剤、それからサラダ油、通常家庭で天ぷらとかいろいろな油を使うと思うんですが、その油で結構です。油を使います。そして、水ですね。2リットルのペットボトルに対してヤシの実洗剤をペットボトルのキャップにいっぱい入れます。サラダ油の方をペットボトルのキャップに2杯入れます。これで調合は終わりです。2リットルのペットボトルに水を満タンに入れて紹介した量をここに入れていくだけです。本日は4リッターで作ってみます。まずヤシの実洗剤をペットボトルのキャップに2杯入れます。いっぱい入れました。2杯入れます。次にサラダ油を4杯入れます。4杯入れました。水を入れる容量ですが、まずペットボトル4リッターのペットボトルに約半分ほど入れます。泡が非常に立ちますので、約水を半分入れましたらここで混ぜ込みます。よく振ってください。この泡は洗剤の泡です。あと半分入れます。水をだいたい肩口まで入れれば十分だと思いますので、これで石鹸水が出来上がりです。唐辛子焼酎は原液を5倍に薄めて使うんですけども、この石鹸水は薄めません。このままスプレー容器に入れて振ってみてください。
今回作った唐辛子焼酎液と油石鹸水は家庭菜園ライフで使い方を紹介してますので、そちらを参考にしてみてください。シェア畑菜園アドバイザー下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。またね、バイバイ。